だけ毎日頑張ってたなっていう、もう今見返しても褒めてあげたいですもん、本当。What's up guys? Welcome to our channel Girl Language Online 講師のひだり半身です。久々にこの T シャツ出ましたよ、イエーイ。さあ本日は突然なんですけれども、あなたはアウトプット得意ですか？突然のあの話だと思うでしょ。英語学習中の日本人の人に聞いたら大体の人が苦手って答えてるんですよね。そらそうです、仕方ないです。だって私たち学校で教えてもらう英語って割合が圧倒的にインプットなんですよね。圧倒的に文法なんですよね。なので皆さんなんとなく文法も単語も知ってるし、なんとなく文字で見たら意味を想像することはできるんです。日本の方ってね、日本で教育受けた方なら誰しもね。ただじゃあ文章を自分で作って話せるかって言ったら、相当な人が手を前でこうやって振るわけです。無理無理って。でも英語を学習中の人って高確率で英語話せるようになりたいですよね。もちろん要所読みたいとか字幕なしで見るのが目標ですとかっていう人もいるかもしれないですけども、大体の人が英語話せるようになりたいっていうのが英語学習の目的だと思います。感覚値ではもちろんありますけれども、おそらくこの目的がかなり大きいんじゃないかなと思いますね。なのにね、皆さんやる勉強って中学英文法復習したりとか文法書読んだりとかトイックの対策したりって人がめちゃくちゃ多いんですよね。もちろん大事なんですよ、 Don't get me wrong、 勘違いしないでくださいね。でも会話できるようになりたいんだったらアウトプットしまくらないと絶対英語なんて話せるようにならないんですよね。で、私が中学生の時に初めて英語に出会って、もう英語が大好きになって、でとにかく習ったフレーズを喜んで単語変えて言ったりしてたんですよ。だからすごい英語は得意な状態でした、中学の時点でね。高校1年生の時に2週間のオーストラリアへの語学留学があったんですよ。でそれに参加して一人でホームステイ先に泊まるっていうねことをやったんですけれども、全然話せなかったんです。初日にホームシックになって泣いてしまったぐらいなんですよ。で自分で言うのもなんなんですけども、結構英語は平均的にはできた方だった、文法的な話で言ったらね。でもそれでもできなかったんです。でじゃあなんでかってなりません？いつもね、中学英語でいいよとか中学英文法してたら十分だよって言ってるのに、え、左半身高校の時話せてなかったんかいってなりますよね。そうなんですよ。じゃあなんで私が中学英文法はおそらくほぼほぼ完璧だったのにできなかったか、それは圧倒的にアウトプット練習が足りなかったからなんですね。逆に言えば中学英文法さえ入ってれば、あとは極論アウトプット練習をずっとしていくだけで英語なんて話せるようになるはずなんですよ。なるはずね。そこで私は何をしたのか、日記です。なんでかって手軽でしょ、誰もいらんし。で英語話せるようになった人の、まあ私の感覚値ですけど、大体半分以上の人は英語日記経験者です。もうそう言っても全然大げさではないと思います。で毎日3文でもですよ、こっからまあ例えばですけど、例えば毎日3文書きましょう、大体言われますね。まず3から5文、まあ3文やったとしましょう。1週間で21文ですね、3、4、21で1ヶ月でそれが30回だったら13文になりますね。で1年間に直したら1095文になるんですよ。1095文ってピンとこないですよね。どうなるかっていうと、単語平均もし10単語で書いてた場合、1年間で1950単語の文を書いたことになるんですよね。1950単語っていうのがどれぐらいすごいかって言ったら、とある英語の大学の卒論基準見たら7000単語が基準だったんですよ。卒論ですよ、卒論の英語バージョンでこれだけは書いてねっていう基準が7000単語だったんです。でももし3文を10単語を1年間続けたら1950単語書いたことになるんですよ。すごくないですか、このアウトプット量、とんでもないですよね。でじゃあここでものすごい恥ずかしい左半身の過去を見せますね。じゃん、これが私が実際に書いてた日記です。これがね、私何年間か学生時代に英語日記やってたんですけど、これが留学前につけてた日記になるんですね。で今見返すとすごい文法エラーもあるんですけど、毎日よくねこんな感じで、よくこんだけ毎日頑張ってたなっていう、もう今見返しても褒めてあげたいですもん、本当に。ち
と個人情報大丈夫かな、まあ字が汚すぎるんで多分わかんないと思うんですけど、本当にこの1日あたりね、この縦半分、これも私の場合はみっちり書いてましたけども、ここまでしなくていいですよ、別に1日3分から。要は英語って何が大事かって、継続が一番大事なんで、自分ができる範囲で OK、 文章を書くの大好き、もう英語書きたくてしゃあないって人はもう私みたいにアホみたいに書いてもらってもいいですけど、もう全然3分以上だったら何分でもいいと思います。で、じゃあちょっとね恥ずかしいですけど、まあこんだけ頑張ってたの、一体そんなに何を書いてたのっていうの気になりますよね。まあ当時のもちろん英語文法のエラーあるまま読むんで、ちょっと見てみてくださいね。いきますよ。 I slept too much as usual. I called but he stirred it. But he started to sleep right away. Oh no. But it's okay. I could get used to it.っていうのは当時の彼氏ですね。 I plan to watch English movie, but there is Rookie's DVD in DVD player, and I started watch again. ここ started watching とかにしなきゃいけないよね。 Watching DVD again. I couldn't stop it. It was really good story. I love Ichi. って言ってますね。 Ichi だね。市原隼人さんのことね。 Yes. Then he called me again. So we were just talking for a while. まあこれ当時の彼氏です。当時の彼氏が電話してきて、めっちゃ楽しく喋ってたんですね。まあこの彼氏のこと大好きだったからね。 Yes. で、we were shocked to hear the news that EXILE combined JSOUL Brothers group. JSB にハテナがついてるんですよ。なので、え、何それっていう時代の、わ、年齢バレるやん。 OK。で、7 members are best, I think. もうひどい文法ミスだらけですね。ちょっと読むのやめますわ。すいません。でもこんな感じでもう完全に自己満ですよ。ですけど自分の思ったこととか、その時あったニュースとか、赤裸々に書いてるわけです。これを毎日やってたんですよ。それは英語話せるようになってあげてほしいでしょ。なんか何目線かよくわからへんけど。さあ、何が言いたいかって言ったら、日記のいいとこっていうのは何かって言ったら自分なんです。全て自分のこと。もしくは今みたいになんか聞いたニュースとかで、実際オンライン英会話受けたりとか、外国の友達と話す時の練習に直でつながってくる部分なんですよね。私はここ行って何々してどう思った、今度友達連れてきたいと思ったとかって書いてたとするじゃないですか。で、次にオンライン英会話レッスン受けた時に、何してたの週末、 What did you do last weekend とか言われた時に、日頃から1日を振り返って自分のことを過去形で書くっていうことを練習していれば、すんなり自分の周りで起きたこととかしたことっていうのすごく楽に言えるようになるはずなんですよね。で、慣れてきたら今度はその日記で、まあ過去ばっかり書いててもやなと思ったら、これからしたいこと書いたらいいんですよ。予定、 I wanna do blah 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 とか、あの I'm going to blah 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 とか、こう未来のことを書けばいいわけですよね。で、この日記の手法ってどういうことかって言ったら、何がメリットかって言ったら、無料で、しかも1日5分もあれば絶対できることです。まあもちろん表現いろいろ探したりしたらもうちょっとかかるかもしれないけど、まあ最低5分ぐらいね。で、もちろんさらにそれを添削してもらったりしたら余計力はつくんですけど、まあ一旦ね、もう私今だった自分のミス見つけれますけど、その客観的に自分のミスを後日振り返ってこう直していくっていうのもいい勉強になるんですよね。あの、このチャンネルで私が何回か上げてる間違い探しの動画っていうのもあるんですけど、あれも本当に英語学習者がよくやる間違いをまとめたものなんで、ぜひ見てほしいんですけど、その間違い探しも大事ですけど、自分の間違い探しっていうのもすごい勉強になりますので、ぜひそれをやりながらこう日記をアップグレードしていく感じですね。じゃあ今回の言いたかったことまとめますね。英語日記っていうのは、これから英語話せるようになりたい人は 100% やってもらった方がいい、いい勉強法です。なんでかって言ったら、無料でできる、5分でできる、しかも1ヶ月続ければ1日3分が93分かなになり、で、語数がね、1日10単語ほどだったらもう900単語ぐらい書けたことになるんですよ。そして自分がやったことなので、会話にもすぐ使いやすい。これを見て、ふーんで終わったらダメですよ。ちょっとそこのあなた、絶対ダメですよ。今日からやってくださいね。ちなみに今日の英語日記、あなたの英語日記に何て書けばいいか知ってますか？今から言っときますね。私は YouTube を見て英語日記を始めることにしました。これだけで1文になりますよね。もう1文完成、あと2文考えたいんですよ。今日から始める人はこの文章絶対入れてください。入れてほしいだけやけどね。 OK、 まあ圧かけときますわ。で、ちなみにこの1文をどんな風に書いたかっていうのを、もしよかったらコメント欄でもシェアしていただいたら嬉しいです。見れる範囲だったら、あの、添削もさせていただけたらなと思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。 Thank you very much for watching our lesson. See you in our next video. Bye for now.
最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。このチャンネルではリーディング力をアップするためのサイト、トランスレーション、発音調整の発音クリニック、時々時事ネタニュースとか地域のエンタメなどなど幅広く展開しているチャンネルでございます。すべては楽しく英語を身につけるため、勉強じゃなくて身につけていきましょう。英語はあくまで語学というツールでございます。さあ、今回の動画が少しでもいいなと思っていただいた方はポチッと親指を押してもらって、ほんでチャンネル登録がまだの方はどうぞ。 Thank you very much for watching our video. Bye for now.